こうねじりながらこれに入るわけ、はい、これが昔の本当の背負い投げっていう、あ、それをあの今の感じをこちらの方にしていただいて、だからこれでもってバンってやったら折れちゃいますからね、だからそっとやるわけです。で柔道の方はスポーツだもんだから思い切ってやりますからね、それで柔道の方はこっちからこう今度はこれやっても折れないように、それでこう柔道っていうのがあるわけです。だからこれは実であり、こっちは棒であると、同じ背負い投げでも実と棒で違いがある、こういうわけですね。それは、うん、今ついてきたこれをパッとこう置いて、それで今度はこれで、はい、こっちこう、これは相手が仰げになるんですからね。それから拳を握ってやってやると、こういうのが固定返しという技ですね。だから立って思ってこれが入る、それでこうやると相手の力が弱くなる、こうやるとそこでこういう具合に取ると、あるいはこうやってついて立つ、こういう具合にやればここでこういう具合に取ることが